カクシダ属は、裏シ科のシダ植物の一群である。熱帯域に生育する着生植物で歯には二つの型があり、一つは縦状に広がり、他方は細長く垂れ下がる。観賞用に栽培されることがある。カクシダ属は、和名で、カクシダは、漢字で、オシカカドシだと書く。オシカカドとは、ヘラジカの角カのことであり、普通葉がシカの角カに似ることによる。 学名はプラティケリウムで、語源はギリシア語のプラティスとケラスの二語からなる、広い角を意味し、普通葉が大鹿の角に似ていることに由来する。また別名にコウモリランがある。頑丈や樹幹に着生する着生植物。その姿は独特で、歯には二つの型があり、光合成と放射生産を行って、繁殖を受け持つ普通葉と植物体の基部を覆って、 不要を食べる働きをする、スバがある。外見的に派手であり、観葉植物として栽培されることが多い。根茎は、ごく短く、葉を密生する。この葉に二つの形があり、普通は普通葉とスバの二型を、ほぼ交互に一定数だけ出す。普通葉は、比較的細長く伸びて、また状に裂ける。葉の裏面には、胞子能群をつける。この葉は基部に関節があり、 古くなるとここで折れて脱落する。表面には初めは正常模様が密生するが、時間が経つとまばらになるものが多い。裏面に胞子能を生じるが、特定の胞子能群の形を取らず、裏面の一定範囲に一面につくか、あるいは特別な裂片を生じ、その裏面全面につく。 小型の種もあるが、普通は長く伸び、最大の種では4メートルに達することもある。もう一方の巣麦は、比較的幅が広く、林上に広がった形をして着生している樹幹に、添うように伸び、上側には樹皮から反るように伸びて、上向きの器状の構造を作る。その縁は切れ込まないか、あるいは上側だけ浅く股状に裂けて、根元に重なり合ってくっついている。この葉は、 根底との間に関節がなく、枯れた跡もそのまま残る。主要な葉脈はにさ上だが細かな脈は、複雑な網目を作る。スバは、上から落ちてくる落葉を集める役割があり、腐食として貯蔵し、肥料分として利用する。スバはさらに、単に落ち葉を受け止めるだけでなく、P コーナリアムについての記述によると、スバが古くなると巻き込むように変形して内部に、落葉を閉じ込め、 そこに自身の根が伸びるのを守る。新たなスバはその上に被さるように伸び、植物体は次第に着生している樹皮から離れる形になる。内部の落葉層は分解してまるでスポンジのようになる。大きくなったこの種のスバに包まれた腐食室からは花やすり目のシダ植物であるコブランアファイギーロスサムペンデュラムが出現することがある。この種の方子は発芽を 腐食中で行い、配偶体は光合成を行わず、菌類と共生して栄養を得る。そのため古くなって分解しかけたスバと、その内部の腐食質は公的である。1994年現在、世界の熱帯域に15種が知られている。アフリカからマダガスカル、及び周辺当初に6種、東南アジアからオーストラリアに8種、それに、 南アメリカに一種がある。プラティケリウムビフルカツムは、いくつかの亜種や変種に分類されているが、かつては、個々の種が、独立種として扱われていた。和名、ビカクシダは、SSP、バイファーケイテムバージョンバイファーケイテムが命名された、時の型である。亜種ビリンキーも、観葉植物として、よく栽培される。大型種としては、プラティケリウムコロナリウム、 プラティケリウムグランデなどがある。観葉植物として栽培される。その不思議な姿と、普通用に、正常網があり、そのために、銀灰色のエキゾチックで美しい様子を見せるのが、魅力であり、広く温室で栽培される。これの大株が一つあれば、温室内が豪華に輝いて見えると、ミツタは書いている。広く出回っているのはごく一部の種である。 特に普通に出回っているのは、プラティケリウムビフルカツムであり、和名として、ビカクシダなどが与えられているのはこれである。それ以外では、同亜種の変種であるバリエーション、ヒリや、別亜種の SSP、ウィリンキーなどもある程度は出回っている。それ以外の種を、日本では普通には、入手が難しいものの、他国を通じての奉仕の取引が可能であるとのこと。 栽培は明るいところを好む性質があり、日当たりの良いところで管理するが、真夏下はやや遮光した方が良いとされる。栽培温度は、気温摂取15度から摂取30度の範囲内で行われる。美覚子だは、体感性に優れ、最低気温摂取3度あれば、古外でも越冬する。ただし、このようなことが可能なのは、この種に限られ、ジャワやニューギニア原産種では、 摂氏10度以上は保つことがいる。水やりや施肥は晩春から初秋にかけて行い、秋から翌春は控えられる。大肥を蕎麦の下に放り込むとよく育つという。肥料をためを持つだけあり、大変に肥料好きであるという。蕎麦は成長が終わると褐色に変色するものの、根茎を負っているので落葉することはなくそのままに、するが、普通葉は古くなれば落葉するので、 葉が変色したら切り取って手入れされる。栽培下での繁殖は、初夏に株分けによって行われ、普通葉が数枚ついた小株を素葉ごとナイフで剥ぎ取って、根元を水苔などで乾かないようにして、当初は半日陰で管理する。同じ都賀の袴裏母子族ドラネリアも葉に2型があって、その一つはやはり、巣場であり、ただしその形は、菓子の葉のような単葉で、 本来の葉の形をしっかり残している。これが腐食を蓄え、ジ宇ウに避ける普通葉は、光合成と、胞子形成を担う。胞子の大群は丸く、朱脈の両側に一列に並ぶ。台湾には、袴裏星 D4 チュネーがありこれは、近年に沖縄本島から発見された。この植物の根茎は樹皮を這い登るが、巣場には柄がなく、根茎を覆うように広がって、 上に開き、ここに落葉を蓄える。ただしその量は、さほど多くない。同じく裏星下の飾りしだ属アグレイアモーァでは、歯に苦手はないが、普通用の器具が幅広く広がって、半透明になっており、この部分が、蕎麦のような役割を果たす。この属では、飾りしだ A カーナンズが、南西諸島に分布するが、絶滅器具となっている。 ただしこれらの群と本族との系統関係は近くない。本族に最も近縁であるのは一つ場属ピロナであると考えられている。両族に共通する特徴としては、葉の表面に正常模様があることが挙げられる。ABC、プラキシリアムトラーピコス、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOPQRST 土橋豊1992 P110、P 110, AB 鈴木1997、P14 以下、主として、小学館による。ミツタ1986、P188、ホルトム、P147 から149、14 9, 小学館1994、ピアニッシモ20、2074から2077、AB ミツタ1986、P52、AB ミツタ1986、 P186 小学館1994 P2077 ホルトム P151 鈴木1997 P15 クレイヤーシュナイダップ218ありがとうございます